Hello badminton lovers, Tomoka Miyazaki from the ACT Saikyo team clashes against Riko Gunja, who is the representative from the Saishunken team in the second match of the 2024 Badminton SJ League. 決勝で対戦してスーパー300の大会でしたけど、応援団を背にまずはサービス打っていきます。宮崎ノータクルサービス高く上げていきます。軍事のサービスから本当は攻撃力があるので、まずはしっかりと足を動かすこと、そして自分の得意なショットであるスマッシュですね、そこにこうしっかり持っていける状態を作っていきたいですね。 SJ リーグとしては出場ができなかった昨シーズン、勝てば SJ リーグ初勝利にもなります、郡司です。この空いたところ、しっかり入れていくべく、しっかり残しました。もちろんオリンピック直後ということで、出場しない選手も多かった中というところではありますが、一つ結果を残している宮崎です。フォアクロスに返していきました。最後までもつれて、30点までもしかしたらいくかもしれないというような雰囲気の中、それこそ地元の応援も強くなっているでしょうけどね。後がない状況なので、シングルここはですね、こう戦うのってすごくこう怖いかなとは思うんですけど、しっかりとですね、自分のプレー、ちょっとまだミスが、ね、出てしまう、はい。ネット際から、そして奥側、郡司が球を運んでいきます。クロス、エラーアウトになります。ネット際から最後は強打していきました。入りますけど、はい、本当にサーブ周り、この止まった状態からこの良いスタートの状態の場所っていうのはすごく大事になってくると思います。宮崎はちょうど1年前、昨年の11月韓国マスターズスーパー300の大会で2位に輝きました。でちょっと来週ねまたあるんですけれども、エントリーをしているという宮崎です。ここもショートサービスから見ていきましたが、入っています。このノータッチ、追いつきました。ここになったとき、また郡司選手はちょっと考えなければいけません。ここは強打、ボディー前に狙っていきました。逆転は、このクロスも決めています。郡司選手は早くここを耐えなかったとしても、まずはその動きを出すことっていうのはすごく重要になります。ここもアウトになりました。見ていきます。しながら攻めることができるようになったという話もしていました。ここはネットして返していきました。郡司前に出る、長めのラリーになります。クロス返していきました。少し嫌な展開もありましたが、連続ポイントで入れる。アクトの宮崎としてはまずはその連続ポイントを切っていきたいところ、バックハンドで高く返していきました。ここ見ていきました。まずはインターバル宮崎、長いラリーになります。ラウンド側コートを広く使ってネットにも触れましたが、ラリー続きます。ここ見ていきましたが、インです。入っています。レシーバーの郡司を下げさせて、ここもラウンド側クロス、強烈でした。そうですね、で流れをつかめるかという宮崎、あーと動きませんでした。ちょっと心配な顔だったんですが、切れました。ここでまた取り返せるか、郡司としてはしっかり前に出れるかという状況に入っています。
ここもネット際ライが集めていきました。それもコルクが下を向いてしまうとネットが邪魔をしてしまったりもあるんですけど、うん、本当にこの羽が落ちる前にシャトルを捉えるというそういったところを本当にこうたくさん練習しておかないとですね難しいですよね、はい、小田郡司宮崎倒れながら空いたところしっかり運んでいきました。郡司昨年の田口選手に続いての柳井翔子からの2年連続の内定でした。ここはネットを越えませんでした。ここはストレートできました。左右に振っていきます。前後も使っていく宮崎。郡司が返す。高く上げる。前に落としていきました。どうかっていうのは、まあ、難しいところだとは思うんですけど、はい、まあ、たくさん宮崎選手のいいショットっていうのを出させて、わざと出させて、それを、うん、あの今のうちに感覚をつかみたいっていうようなそういったプレーの仕方っていうのもありますよね、はい、ここはまだフォアを使っていないですが、ポイントは宮崎です。ネット際そうです、ね、このサイドアウトになりました。ストレート、これは決まっています。次は宮崎のフォア側、ネットにかかっていいんです。ラリー続きます。クロスサイドアウトになりました。シャットでしたですね。でもこの点差があるので少しこう思い切ったプレーっていうのもあってもいいと思います、はい、ナイスです。ここはボディ周り気持ちで押し切ってほしいです。クロス狙っていったんですが、ね、7連続ポイント。ラリーを続けていけるかというところ、高く上げたところ、サイドアウトになりました。最後は宮崎がもう全て持っていったような形、非常にいい終わり方を見せました。第2試合のシングルス、クロス、あー、郡司は動けない。まず第2ゲーム最初のプレーだったんですけどね、いやちょっと心配ですね。もともと大怪我でちょっと自らも動けないような状況になっても、最初の1ポイントってちょっと自ら動くことができないという現在の最初の衝撃よりはちょっとというところもあるでしょうし、もちろんいろんな知識を持った担当の方の方も受けながらもちょっと表情も苦しい中ではありますが、戻れそうですね、ですね、中ではありますが試合が再開します。このポイントも宮崎です。このプレーをするだけだと思います。ここでバックアンド返していく。ラリーが続く。ここもなかなか動くことは難しそうな状況、しっかりと頑張ってもらいたいなと思います。アウトになりました。ここもサイドアウトになりました。ラウンド側のボールついていきます。バックハンド、ここでは返せず、奥行きも使っていく。郡司前にも出て拾っていきます。長いラリーになります。
ここは取り切りました。まあ、一つ気にする要素が、まあ、怪我の影響で増えてはしまうんですけれども、しっかり取りました。ここは見ていきます。これは入っています。ショットです、ここはサイドアウトになります。ここは3球を超えていきません。入るまでにはしっかりと修正したいところです。先ほども奥川自信を持って見送ったようなところがインの判定で軍司のポイントという場面もありました。ここも見送っていきます。これはアウト。これは見えて超えません。ただ宮崎も少し長い間合いがあってやりづらさはあると思うんですけれどもね。そうですね、やはり時間が空くとですね、はい、どうしてもこの振り出しに戻されてしまうので、ここは動くことはできませんでした。もう一度奥狙っていく宮崎。ネット際のところも制しています。これで連続ポイントで宮崎がインターバル。郡司リコが右足首痛めて、まあ、治療のため中断もありました。まあ、そういった意味では少しやりづらさもチームとしてもですね、はい、まだリーグ戦始まったばっかりですし、団体戦で第2試合のシングルスは宮崎智香の勝利という形になりました。ちょっと最後はね、宮崎選手1ゲーム目本当に前半苦しんで、最後後半にこう抜けるというような